聖火町立聖火中学校は、京都府相良郡聖火町南稲屋妻にある公立、中学校、略称、聖中、町役場などがある聖火町の中心部に立地する。1947年に、川西村、山田省村、相良村で設立した組合により、組合立聖火中学校として開校した。百五十一年の合併による聖火町発足の際、 聖火中学校が聖火町の名称の由来となった。1988年に聖火町立聖火南中学校が開校するまで町内唯一の中学校であった。聖火中学校は戦後学生改革が実施された新憲法施行日の1947年5月3日に開校した。昭和の大合併の際には聖火中学校の名称が新設される村の名称に そのまま使用され、1951年に、現在の聖火町の前身となる、聖火村が誕生した。聖火中学校の名称自体は、戦前の聖火高等小学校に由来するため、ここでは、聖火高等小学校の遠隔から見ていくこととする。1896年、駒、田村、稲田村、送の村、山田省村、相良村組合立聖火高等小学校が、 開校した。成果は教育直後の国体の成果という一節から取られた。尋常小学校卒業後、村を出ずに進学できる成果高等小学校は地域に歓迎された。しかし、校舎の建て替え経費の問題もあり、1920年、組合は分離、解散し、成果高等小学校は並行している。戦後の学生改革により、 新生中学校が設立されることとなった。地域にあって家から通う新生中学校は戦前の聖火高等小学校を連想させた。村の中心的世代である40代、50代の多くが聖火高等小学校卒であり、二度目の組合設立の大きな権威力となった。それに、組合は川西村、山田小村、相良村の三村で組むことになり、 聖火高等小学校と同じ範囲であったため、新生中学校は聖火の名前を継承することとなった。戦後の学生改革により、学校教育を立するのは、戦前の教育直後から日本国憲法と教育基本法に変わったが、聖火といえば、かつて地域の村々が協力し、共同で運営した学校の名前であったため、新生中学校にも採用されることとなった。 1949年2月、京都富士地制度調査委員会によって出された町村合併の試案によると、相良郡の合併の組み合わせはいずれも新生中学校の区域に基づいたものであった。相良郡北西部では、聖火中学校の区域である川西村、山田省村、相良村の3村の合併が検討された。 最終的に、相良村は、木津町との合併を決定し、川西村、山田総村の二村合併となったが、共に、聖火中学校を運営している、仲間の村々ということが強く意識され、1951年4月、聖火中学校の名を由来とする、聖火村が誕生することとなった。それに伴い、組合立聖火中学校は、聖火村立聖火中学校へ改称し、 木津町と合併した相良村の生徒は木津中学校へ通うこととなった。1952年4月、聖火中学校に不設の聖火村立聖火家生学園を開校した。翌年4月、聖火家生学園は聖火女子校と義芸学院に改称した。1955年4月、調整志向に伴い、聖火村立聖火中学校は、 聖火町立聖火中学校へ解消した。1962年3月、聖火中学校に付設していた聖火女子高等、義芸学院は廃校となった。2011年4月現在の部活動である。聖火町では、公立学校選択制が導入されていないため、以下の地域に在住する場合、私立中学校への進学は、原則聖火中学校となる。 聖火中大より2011年4月号、聖火中学校、2011年8月15日閲覧、ありがとうございます。